が思い通りに動かない。あ、シカ。あ、シカだ。シカだ。雰囲気いいっすね。うん。やだね。やだね。はい、じゃあ皆さんお願いします。おはようございます。トサンコライダー奥です。2024年5月21日火曜日の朝8時54分です。残念ながら、路面はウェットで霧雨状態。明け方ちょっと前までね、7時台はまだ雨が降っていましたが、まあ上がっていくということで、今日、とある方からツーリングのお誘いを受けまして、札幌市内街中を走っております。行きますか。行きます。あ、いいですか。250とやっぱり違いますね。あれ前の250か。前の250。うん。ピーちゃんの弟になりました。かっこいい。いや、すごいママのバイク、いい音してますね。これノーマルなんですよね。はい。暗いもん。手が思い通りに動かない。これ明るくなった。明るくなった。あら、車の鍵だ。あいか。おね。ゆゆ。お、なんなんだよ。ゆゆ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 ゆオールスイボー。今日は白森にハンバーガーを食べに来ました。イエーイ。今日はいつもの通り一人ではございません。ございません、はい。今日はアイドルライダー奥さんと、いや、光さん夫婦が、あ、シカ。あ、シカだ。シカだ。え、シカ。ここに入ってきました。今シカいた。あら。奥さんがいるとシカが。そうなんです。歓迎してくれるんです。はい、右半分で引いてる。これか？右か？これを右か？いや、違う。これを右、危険って。違うんじゃないですか。違うんじゃないですか。これ違うと思いますよ。まだ真っ直ぐだと思いますよ。え、ナビそっちなんですか。橋だって。これ違うの。違うと思いますよ。奥さんと繋がらない。待って、これなんかこれの右手になってるよ、ナビ。本当ですか。看板、確か看板あるんで、これじゃないの。これじゃないと思います。それグーグル先生ね、クマと遭遇させようとしてる。インカム切れちゃった。普通ね、レストランだったらこうレストラン入り口とか書いてるもんね。はい、確かね、この道路のちょっと脇だったと思います。こっちからも行けるのかもしれないけど。これ右方向
コって書いてあるけど、これ。こうだったかな。これも砂利じゃないんですか。これどこ行くのこれ。本当に大丈夫？いやこれ違いますよ。これ絶対違う。戻ってますもん。ちょっと待って。ああ、ありましたよ。超騙されてますよ。どっち？あるわ。右？あ、看板出てったら。看板出てったら見えれば。ああ、いきなり回る。これは砂利道なんか大したことねえ。まあこれを獣道って言ってたんじゃないですか。足出して乗ってこい。あ、でも確かにさっきの場所と繋がってんのかな。獣道ってどんな人に、あとあの TikTok の人も変な道やったんじゃない。さっきの道行ったんじゃないですか。あ、まあ確かに繋がってんのか。あ、つながってんのかもしれない、さっきの道と。お、牛だ。これがこれから食べられちゃうの。で手しびれてますわ。あ、動画で見たやつと一緒だ。あれ、あそこの右側のイートインコーナーだ。合ってますか。はい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 。やっと来たね。やっと来たね。上村牧場あるじゃん、あるじゃん。これ一回降りた方がいいぞ。うん。指本当なんか冷たくて痺れてる。わかる。ああ、そうそう、俺もそう。指先やばい。上村ベースレストラン。テイクアウト。これテイクアウトで。雰囲気いいっすね。いいっしょ。うん。食べましょう食べましょう。こんにちは。4人。はい。お、はい。あったかい。あったかい。やべえ。決めてこなかった。かわいい。とあとケチャップもご用意しているので、うん、これはハンバーガー何口か食べた後に断面につけて味変に召し上がってみてください。蜂蜜を。いや、これですよ。あ、ハンバーガーに。うん、多分ね、断面にしたから。高熱じゃねえの。ちょっと食べたいけど、ちょっとコリさん連絡するわ。マジマジだった。ごちそうさまでした。ゆかり？よし。よし。OK。いやー、これを食べちゃったのか。さっき。かわいい。くせ。カラス乗ってる。座ってる。あ、カラス乗ってる。本当だ。乗せてやってんすよ。いやー。中の虫を食べてもらうのに。あ、なるほど。あ、海の色も違うもん。あ、
綺麗。一瞬懐かしい女の匂いがした。なんだこれは。一足臭いですか。それなんかやばくないですか。一足臭い女。なんか潮の香りのする女。懐かしさじゃないか。アマさんです、アマさん。なんかお前、ワカメみたいに見せるんだわ。やだね。やだね。天気がいいと。そうそう、天気いいと最高なんだよね、あったかくて。来る時と気分全然違います。ね、ほら、こっちがなんなん。いいんじゃないですか、激辛さん抜いてってください。郵便局の車をお抜かします。はい、ここら辺なんかあの癒されますよ。でも本当横からとか雲出てきてもおかしくなさそう。まあ生息地域ですからね。ここわーい、え、熊の生息地域ですか奥さん。ええ、あの富富士岳はいっぱい住んでますから。熊の縄張り湖。そうですそうです。はい、大ですね。そうっすね。あー本当だ。キラキラしてる。うーん、うーふー、うーふー、イエーイ、なんてめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。うんこ、チコスコでーす。あー、うんこでーす。あの、逆バージョン、逆バージョン、逆バージョン あんまりないじゃないですか。ナイスナイスナイス。ああ、カウントダウンいきます。はい、じゃあ皆さんお願いします。1、2、3、4、5、トロピナー、トロピナー。これが奥さんのトロピナイコールでございます。逆バージョンでした。白老高級和牛ハンバーガーを食べに行く激辛ツーリングで、まもなく皆さんとお別れのタイミングが近づいてきました。いやー、前半は朝ね、出る頃には雨が上がって曇りの予報だったんですが、ほぼ東京を抜けて苫小牧に入るまで雨で、そこから先も曇り、路面はスーツレッドだったんですが、ハンバーガーを食べてね、お店から出てきたら見違えるほどの青空になりまして、午後から本当にバカレ。でもこんなんだったら最初からバカレでよかったのにってぐらいバカレです。2日間の、お休みが、まあ、もう間もなく終わりです。ご視聴あ
ありがとうございました。まだ次の動画でお付き合いください。相変わらずインスタ360を十分活用できてない動産コレが遅れた。さっきゃ。ありがとうございました。ありがとうございます。